割とルソーの妄想の彼女かもしれない。時代の扉を開く原動力は天然にあるんだよね。前回アンリソーの扉を開けてしまったんで、はい、終わらないから。飢えたライオンっていう題がついてるやつなんですけども、この疑問点としてはどういうところなんですか。いや今タイトル聞いてやっぱり、あ、やっぱそうだよなと思ったんですけど。あ、ライオンだよな。ライオンだよな、まあ、まずそっからだよね、はい、ジャングルだと思うんですけど。ジャングルだよね。ライオンはサバンナだろう。いないね、はい、いないですよ。それで言い出したら、この襲われてる動物これなんだって話、はい、分かんないね、これ。イノシシ、そういや、シカみたいな、何って、こんな襲われてる動物謎なんだよね。いずれにせよ、どっちもジャングルにはいない動物だよ、これ。これもまたどっから話していいのか分かんないぐらいの作品なんだけど、まあ、このジャングルシリーズ、ルソーのね、代表的なシリーズの一つなんだけれども、中でもこの作品は非常に重要な作品なんですよ。なぜかというと、この作品は1905年のサロン・ドートンヌっていうところに出品された作品なんですよ。でルソーはいつも無監査で、お金さえ払えば誰でも作品を展示できるアンデパンダンテにしか出せなかったじゃないですか、はい、でこのサロン・ドートンヌっていうのは審査あるんですよ。ルソーの作品が初めて審査に通った3枚出品してるんですけど、その1枚なんですよ。しかもこれを見た、あの印象派とかをね扱ってたゴダールっていう人がこれを200フランで買ってくれたんですよ。つまりルソーにとって初めてまともに売れた絵なんですよ。そういう意味ではこのルソーにとっては記念碑的な作品になるんですね。でそのサロン・ドートンヌっていうのはさ、その新しいアートをっていうことでやったんだけれども、そこがだから審査があるにもかかわらずこのルソーを展示したってことは認められたってわけだよ、はい、セザンヌと同じように20世紀に入ってついに時代が逆に良くねえが出たっていう、それを物語る絵なんですよね。ジャングルっていうのは肖像画とそれからあの街の風景と並ぶルソーの三大テーマの一つなわけですよね。なんでジャングルを描いたかっていう話なんですけどもね、ルソーが兵役に行ってる頃にね、あのフランスはメキシコ出兵っていうのをやってるんですよ。メキシコを侵略して、それがちょうどこのルソーが軍隊にいる間なんですよ。でルソーはその自分はメキシコ出兵でね見てるから、あのジャングルの絵は得意なんだよとみんなには言っていたんですよ。みんな、あ、そうなんだって思ってたんですよ。ところが後でこう調べたところですね、メキシコ行ってなかったって、嘘だったって、メキシコどころかフランスから一歩も出たことがないっていう、なんでそんな嘘をついてんのかっていうのがわからないんですよ。これルソーの癖で時々こういう理由のわからない嘘をつくんですよ。嘘と言ってしまえば嘘だけど、例えばよ、あの前回話したけど自分は古典的な大画家だって、はい、思い込んでてみんなに言うわけじゃないですか。嘘だよね。そうですね。嘘だけど、でもルソーにしてみれば思い込んでるわけじゃないですか、はい、だからジャングルも自分で思い込んでんだよね、行ったと。なんかわかんないけどこう熱帯に憧れて、はい、俺行ったよなぐらいになってた可能性はなきにしもあらずで、この人の場合実際行ってないからわかんないわけだよ。だからこういうことが起きちゃうわけだよ。ジャングルにいないシリーズいっぱいありますよ。ヒョウに襲われる馬っていうやつなんですけどね、あんまりこういうとこにはいないよねみたいな。逆になんか馬が襲ってる風にも見えるけど、だから馬がまたものすごい無表情な襲われてるとは思えないぐらい無表情。あと葉っぱでかすぎねえかみたいな。でかいっすね。どんな植物だよこれみたいな。また今度は人がヒョウに襲われちゃってるんですけども、メキシコのジャングルでこれはないだろうっていう話なんです。行ったことないのにどうやって描いてたかっていうと、結局動物園や植物園に行ってそこで見たやつとか、それすら正確に描けてないんだけどさ、あと写真見たりして描いてんだよね。これはね、元ネタが見つかってるんだよ。動物園で飼育係と戯れてるヒョウなんですけども、でヒョウですらやっぱり足は描けないから草で隠すっていう、このジャングル画の集大成と言われてるのが最晩年、もう亡くなる直前に描いたこの有名な夢っていうね、メトロポリタン美術館にあるこの作品なんですよね。でも亡くなる直前1910年に書いてる作品なんですよ。
でこれは自分がねこういう夢を見たんだと、これを解説する島で書いてるんですよ。美しい夢の中の宿日川、優しく眠りに落ち、善意の蛇の魔法使いが奏でるリード楽器の音が聞こえる。月が川または花木に移るにつれ、野生の蛇は楽器の楽しくなる音に耳を貸す。でこの裸の女、このポーズはマネのオランピアとかに続く古典的な、古典的なヌードですよ。でこれがその宿日がっていう人だっていうわけで、宿日がって誰だよって話なんですけど、昔宿日がっていう名前のポーランド人女性と付き合ってたとルソーは言い張ってるんですけれども、そういう人が実在した形跡がないんですよ。割とルソーの妄想の彼女かもしれない。これはですね、ルソーのホームグラウンドでアンデパンダン展に展示されるんですよ。でその時この時点ではルソーを評価してた詩人のアポリネールっていうのがいるんだけど、アポリネールがこのルソーの作品のこれについて新聞に記事書いてるんだけど、そこに今年は誰も笑わないだろうと信じるって書いてあるんだよ。ってことはまだ笑われてはいたんだなっていう。でまあそのルソーがね、どうしてその行ったこともないジャングルにそんなたくさん書いたのかっていうあれなんだけども、これはもう私の個人的な想像なんですけどもね、やっぱこの葉っぱ、最初にルソーの特徴の一つの中に葉っぱにやたら固執するっていうのがあったでしょ、はい、葉っぱ存分に描けるんですよ。そうですね、もうほぼ葉っぱしか描いてないんですよ。またルソーの葉っぱっていいんですよ。ありえない形だったり、ありえない大きさだったりしてるけど、不思議な魅力があるでしょ。もうこれなんかさ、シュールレアリスムみたいになってんだよ。これだからあのピカソたちがね、これはいいって言ったのも無理はないんですよ。であとさ、こうジャングルで描くとさ、ルソーの一番苦手な遠近感、遠近感なくていいんだよ。そしてさっきこの表のところでも言ったけど、ルソーの苦手な足はいくらでも隠せるんだよ、うんうん、だから苦手な遠近感と足を描かなくていい舞台なんだよジャングルって。要するに空間のないレイヤーしかない遠近感の表現でいいんですよジャングルだと、うんうん、そしてあの今までの作品をこういくつか見てきてもうすでに気づいてると思うんだけど、ルソーって色彩感覚だけはさ抜群なんだよ。ああ確かにそうですね。それも近代的な現代的な意味でいいの、うんはい、だこんなの古典、そういうことアカデミーの学科で言うと独特しい色でね、うん、あれだって言うんだけど、今の感覚からするといやむしろイケてるよっていう、うん、色のセンスはいいよねっていう、うん、だからその遠近感出さなくていい、空間出さなくていい、足かかなくていい、葉っぱをもう存分かける、うん、色彩感覚活かせるっていうジャングルっていうのはルソーのためにあるような画題だったんだなっていう。だからもう最後にルソーが残した大作がその肖像でも都市風景でもなくジャングルだったっていうのは、やっぱりこのルソー芸術の革新って実はこのジャングル画にあるんじゃないかなっていうことの証明だと思うんだよね。最初のね島崎さんの疑問のこれはライオンかっていう、ライオンはジャングルにいるのかって言うんだけど、もちろんいないよ、いないけどそんなことじゃないんだと、もうこれは完全に幻想のジャングルで、ここにこそ理想芸術の革新があるんだっていうことをね。今の時代でパソコンでなんか切り張りして作ってったみたいな雰囲気にも感じるんです。あるんですよ、はい、だそれはつまりそのコラージュ感覚っていう、この直後にこの ルソーに影響を受けたピカソたちがやり始めるんですよコラージュっていうのを。でこのありえない状況をわざと描くっていうのはこのさらに後にシュールレアリストがやるわけです。でこれはデペイズマンっていう名前が付けられるわけです、ありえない状況を作るっていうのは。ルソーはもう天然でそれやってますから、20世紀の初頭に出てくるいろんなアートの運動の中でルソーが、まあ、セザンヌと同じですよ、逆にすごくねって言われたのはそういう、本人は全くその意識はないんだけどいろんなこと先取りしちゃってたっていうところですよね。時代の扉を開く原動力は天然にあるんだよね。